高校旅行？ああ、船がナンパしたのね。で、バービーと一緒ってわけ？どうしよう、服が何もないわ。見た？誰かいる？ヘルプ！まずさ、家を建ててみよう。こんな間取りはどう？ここがリビングでキッチンでしょ？そして、こうであで。ねえ、ドロシー？じゃじゃーん！これどう？ドロシー？それ何？オープンフロアよ。にいらない？あなた、インテリアデザイナーか何か？自分の場所は自分でデコラ。葉っぱを集めよう。ちょっとどこ行くの？危ないよ。何かあったら電話して。葉っぱゲットしたからテント覆える。ん？ほら、かわいいでしょ。全部やったのよ。どうやって？バッグの中にあったの。いろんな役立つものが。これはいらないか。これも。あ、トースター。ドロシー、コーラはある？もうないわね。ポップコーン。でもレンジはどうやって作る？そうだ、ちょっと貸して。二人で食べられるって。貸してよ。私がやるの。缶の中に入れるでしょ。そんなの聞いたことないよ。あとは太陽にお任せ。ほーら、始まった。イエーイ、ポップコーンできたよ。ほーら、レンジなしでできた。エヴァ、ありがとう。オーシャンビューのランチ。ほら、カモメが TikTok やってる。暗くて怖いね。懐中電灯消えた。最悪。何も見えないよ。落ち着いて。ほら、キャンドル。イエイ、安心だね。でも風で消えちゃう。ダメだ、暗闇の中で死ぬのね。私、キャンドルホルダー持ってるの。ココナッツの殻にろうそくをつけよう。うまくいった。これで怖くないね。お腹すいた。もう砂にはうんざり。やっぱこれでしょ。 What?フィッシングタイム。捕まえるぞ。それ。何してるんだ？マークがあるのに。どうしてこんなに時間かかるの？飢え死にしちゃうよ。ああ、ココナッツ？なんとか届くかな？絶対に取ってやる。できた。うん、おいしい。見て、魚を捕まえたの。ありがとう。でもお腹いっぱいなんだ。せっかく捕まえたのに。なんで私のものがぐちゃぐちゃ？暑くて喉がカラカラ。あ、最後のソーダ。でもこれ沸騰してるみたい。とにかく水につけよう。なんで？まさか魚にあげる気？違うって。海の水はソーダより冷たいの。ソーダが冷えるでしょ。
ああ、なるほど。そろそろ飲めるかな。あれ、これどこ、イルカが盗んだ、うん、お、今見っけ、ありがとう。おやすみなさい。でも岩が多すぎて寝心地悪すぎ、うん、ベッド作ろう。ちょっとどこ行くの、この葉っぱマットレスにしよう。柔らかくてエコ、トレンディーでしょ。葉っぱの上で寝るの？ありえない。また私のアイディアバカにして。大学のルームメイトね。何それ？ああ、来た来た。完璧なタイミング。配達ありがとう。やったー、枕。枕？どうやって？ネットよ。電波あるの？じゃあ119番通報しようよ。きっと助けてくれるよ。もしもし、まだですね。ああ、バッテリー切れた。少なくとも枕あるんだから。バックパックには何が？マッチ。ナイス。水。糸。これは使える。あなただったら無人島に何を持っていく？釣り竿？お金？それともコンパス？答えをコメントしてね。熱帯の島では日焼け止め必須。ビューティーグッズもね。ピンクのマニキュアはマスト。そうだ、ネイルだけじゃなく家も塗れるね。ピンクめちゃくちゃ可愛い。朝食だよ。ドロシー、ピンクに塗ったの？どうしてわざわざ？だって綺麗じゃない。マニキュア使っちゃった。これからネイルはどうしよう。泣かないで手を貸して。私ネイルデザインのアイディアがあるから。葉っぱのネイルか。確かに島のホットなトレンドだね。グリーンいいじゃない、私好きよ。島の生活は素晴らしいけど、シャワーはどうしてるの。水は冷たすぎる。じゃあ自分でスパでも作ろうか。完璧なシャワーガーデン。トロピカルバス完成。とってもリラックス。うわあ、これすごい。こんなに綺麗なのは見たことないよ。あれ誰？知らない人ね。こうなったら、あっちゅう。俺何も見てないよ。ストーカーはあっち行け。これは危険なヘビ？フラットバグ？生きてるとは思わないけど。どうしよっかな、これ。そうだ、 iPhone ケースになるとはな。文明って大したもんだ。わあ、やっぱマーメイド最高だよな。彼女の気を引きたい。うん、まずはメッセージからだ。デートの場所をピン止め。きっと気に入るぞ。送信。なんだろう、オーシャンメッセージ？なんて書いてあるかな。よっしゃ、いつでもデートできるぜ、マーメイドちゃん。ドロシー、それ何？なんだろう、地図みたいだけど。宝の地図だ、行ってみよう。
ここに十字。見つけたのね。イエーイ。でも宝はどこ？はい。ようやく会えたね。はい。え？彼女から離れて。野生人。あんたのことよ。彼、ロマンチックじゃない。え？なんでこんなに散らかってるの？綺麗にしないと。掃除は疲れるな。エヴァのリュックサックからいろいろと。ん？どうした？綺麗みたいね。スタイルじゃない。ロープ、靴下、花、素敵でしょ。ねえエヴァ、このインテリアどう？お花は好き？かわいいわね。でも疲れちゃった。おやすみ。え、なんで水？お花に水あげないと。どうし、家を水浸しにしないで。誰だ？気のせいか。じゃあ後でかけ直すよ。痛い。なんだこりゃ、俺の顔。お腹空いた。道に迷ってるんじゃない？私の棒も折れちゃった。ねえドロシー、あれ見える？見える。私たち助かったね。私の地図本当だったんだ。私たちここにいるもん。それでずっと地図持ってたの？ねえ、ここのストリンクあるよ。おいで。ありがとう、ニール。素晴らしいスポットね。最高の景色。